皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。早速ですが、今回はフィッシングメールや SMS に添付されている怪しい URL の安全性について確認してみたいと思います。基本的に怪しそうなメールとか SMS は無視するのが一番なんですけど、中にはなんか怪しいけど判断に迷うなっていう場合もあると思うんですよね。これってもしかして本物の企業とかサービスから来たやつなのかなみたいな、そんな時に添付されているリンクが危ないものなのか、もしくは問題なのかっていうのを確認する方法になります。ということで、まずは怪しいメールや SMS がどんな感じのものなのかっていうサンプルですね。まあそれを見てみましょう。これは引き落とし日のご案内っていうことで、クレジットカードの請求額なんかが案内されてくるやつですね。本来であれば添付されているリンクをクリックすると、カード会社のサイトに飛んで使用した金額とか明細が確認できるんですけど、例えばこれがフィッシングメールだとすると、このボタンをクリックすることで偽のサイトへ誘導されて、アカウント情報や個人情報を盗まれてしまうっていう感じですね。 SMS で実際に連絡が来たものだと、クレジットカードの利用制限の連絡とか荷物の不在連絡とか、まあこのあたりって SMS でちょいちょい来たりするんで、受け取ったことがある方も多いんじゃないでしょうか。こんな感じで一目見て嘘くさいなっていうのもあれば、うまく偽装されてわからないものもあるんで、 IT 系の知識がないと見分けるのってちょっと難しかったりするんですよね。これじゃあ不審なメールや SMS に添付されている URL をどうやって確認するんですかってことなんですけど、自分の代わりに代理で怪しい URL にアクセスしてくれるサイトっていうのがあるんですよね。こういうのってレピテーションサイトとかって言われたりするんですけど、要するに対象の URL が安全なのか、それとも危険なサイトなのかっていうのを判定してくれるサイトですよと。まあ見てもらった方が早いと思うんで、まずは問題ないサイトで試してみましょう。今回はアグスっていう調査用のサイトがあるんで、そちらを使用したいと思います。このサイトは調査した URL や受信したメールのメールヘッダーを入力することで関連する情報を表示してくれるっていうサイトになってますね。とりあえずまずは Google のアドレスですね、これを入力して調べるボタンを押してみましょう。そうするとこんな感じで指定した URL の調査結果がいろいろと表示されますよと。ただですね、この URL に問題がありますよとか、問題ないですよっていう判定を明示的にしてくれるわけではないんで、表示された調査結果をもとに自分で判断するっていう感じになってますね。その判断っていうのはどこ見て判断すればいいんですかってことなんですけど、一つ目は検出されたマルウェアっていう項目ですね。ここではサイトにアクセスした際のマルウェアの検出結果が出るんで、仮にアクセスしたサイトにマルウェアが仕込まれてるっていう結果になった場合は、問題がある URL だったってことになりますね。二つ目がサーバー証明書の項目になります。Google みたいにちゃんとしたサイトの URL は先頭が HTTPS になっていて、サーバー証明書を使用してるはずなんですけど、証明書が使用されていないとか禁煙切れですってなってた場合は IC サイトって判断になりますね。証明書っていうのは簡単に言うとデジタル上の身分証明書のようなもので、このサイトは自分のサイトですよっていうことをユーザーに証明してくれるものになりますね。3つ目がドメイン情報の項目になりますね。ドメイン情報っていうのは簡単に言うと URL のことになるんですけど、 Google なら www の google.com、 Yahoo なら www の yahoo.co.jp がドメインって言われる部分になりますね。ここはちょっと判断が難しいポイントになるんですけど、例えばこれが Google の偽物を装った URL だった場合は、 google.com じゃなくて google.com とか、まあこれって類似する文字列になりますよね。あとは google.temp.com とか、 google.com の中に別な文字列を含めてるっていうパターンになるんですけど、あとは google.com じゃなくて google.xyz とか、これってなんか違うんですかっていう疑問に思う方もいると思うんですけど、 .com とか .net とか .org とか、お尻についてるドメインのことをトップレベルドメインって言ったりするんですけど、前半の部分が同じでもここのドメインが変わっちゃうと別なサイトになっちゃったりするんですよね。今見たように偽物のサイトっていうのはドメインを本物に寄せてくるんで、こんな感じで同じように見えて微妙に違うっていう場合が多いですね。4つ目がブラックリストの判定結果になります。ブラックリストっていうのは、この URL は危険な可能性がありますよっていう情報がまとまったリストのことになりますね。まあ、ここにいくつか記載されてる企業団体がブラックリストを提供してるんで、それをもとに危ないサイトかそうでないサイトなのかっていう判定をするのがここの項目になりますね。ブラックリストに載っていなければ結果がセーフになりますし、要注意サイトってことでリストに載っていればコーションという結果になりますよと。これである程度判断するポイントが分かったと思うんで、次は実際にフィッシングメールで送られてきた URL で試してみましょう。GitHub に JPCertCC に報告されたフィッシング URL のリストがまとまっているんで、今回はその中からいくつか試してみたいと思います。JPCertCC っていうのは、インターネット経由での侵入とか不正アクセスなんかのセキュリティ系のインシデントに対応する情報機関の一つになりますね。まあこのリストは誰でも利用できるんですけど、ここに載ってるサイトは全て怪しい URL になるんで、まあ使用する場合は十分にお気をつけください。最新のリストが2025年の3月分になるんで、このリストの URL で試してみましょう。JCBオリコ、三井住友カード、セゾンカード、ペイペイとかの決済クレジットカードが多いですね。あとはアマゾン、ヤマト運輸、日本郵便とか配送系に関係する企業も多いですね。まずは皆さんもよく利用すると思うアマゾンの偽サイトをチェックしてみましょう。これはさっき言った別な文字列を入れてくるパターンですね。アマゾン .com に ALSFS っていう別なドメインが入っている偽サイトですよと。このサイトの調査結果を見てみると、マルウェアは検出されませんでしたよと。サーバー証明書については、証明書の有効期限が切れていますっていうのと、このまあアマゾン .ALSFS.com のサーバー証明書ではありませんよと。まあドメイン情報が ALSFS.com っていうことで、このサイトドメインの情報を見ただけでも偽物だってことが分かりますね。こういった流
れで本物のサイトか偽物のサイトかを判断していくような感じになってますね。もう一つ Amazon 関連の IC サイトを見てみましょう。さっきのサイトと同じように丸 A は検出されませんでしたよと。ババア証明書についてはありませんでしたと。まあドメインも .com.in ってことで、まあこれもちょっとおかしいですね。一番怪しいのは外部と接続するオブジェクトって部分になりますね。これって要するに .com.in っていう IC サイト内に載っているリンクのことになるんですよね。そもそも怪しいサイト内に載っている IC リンクなんで、まあかなり危険な香りがしますよと。さらにカテゴリーがスクリプトってなっているんで、これをクリックすると何かしらのスクリプトが実行されるってことを示してて、このあたりの説明って過去の動画でも解説したんですけど、そのリンクをクリックすることで自分が意図しない処理が勝手に実行されちゃいますよっていうやつですね。詳しく知りたい方は過去の動画をご参照ください。ということでこのサイトも調査結果から十分怪しいってことが分かりますね。次に楽天カードの偽サイトで、まあ、ちょっと面白いのがあったんですけど、まずは URL がめちゃくちゃっていうのもあるんですけど、ブラックリストの判定でコーションでなってる部分があって、 IP アドレスベースのブラックリストで引っかかってますよと。まあ、ブラックリストに載っちゃってるんで、このサイトは 100% 怪しいサイトってことが分かりますね。あとは警視庁を語ったサイトっていうのもありましたね。まあそもそもなんですけど、警視庁のサイトなのに HTTP で、しかもドメインがないんですよね。 IP が直で表示されちゃってるんで、まあこの時点でだいぶ怪しいですよね。まあ、もちろんサーバー証明書もないですし、あとはサーバーの位置情報がカリフォルニアってなってて、 AWS とか Azure とかクラウドサービス使ってるならなくはないと思うんですけど、警視庁のサイトで、まあ、海外のサーバー使うっていうのはないんじゃないかなと思うんですよね。まあ極めつけはブラックリストに載ってますよと。こういったことからこのサイトはもう完全に偽のサイトですよと。あとは三井住友カードの V パスっていう文字列を入れた URL とか、 V パスって三井住友カードのクレジットカードに関するインターネットサービスの名称になるんですけど、おそらくこれもログイン画面に誘導するようなフィッシングサイトじゃないかなと思うんですよね。こうやって落ち着いてみると一目でわかるんですけど、焦ってたり知らない人からすると本物のサイトっぽく見えちゃうんじゃないかなと思うんですよね。ということで今回はフィッシングメールや SMS に添付されている URL の確認方法について見てみました。冒頭でも言ったんですけど、不審なメールや SMS っていうのは無視するのが一番なんで、対策としては何もせずスルーしてくださいねってところですね。どうしても確認が必要な場合って時だけ今回のやり方でチェックしてみるといいんじゃないかなと思いますね。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。